カルボニル化合物の酸化還元による酸化数の変化有機化学におけるカルボニル還元はカルボニル化合物を還元剤によって還元する有機反応である。典型的なカルボニル化合物としてケトン、アルデヒド、カルボン酸、エステル、酸ハロゲン化け物などがある。カルボン酸やエステル、酸ハロゲン化け物は還元剤の強さによってアルデヒドや第一級アルコールに還元される。 アルデヒドやケトンはそれぞれ第1級、第2級アルコールに還元される。脱酸素化ではアルコールがさらに還元され酸素が取り除かれてアルキル元となる。酵素やアルミニウムをベースとした金属水素化物は還元剤としてよく用いられる。接触水素化もカルボニル還元のために重要な反応である。水素化物が知られるようになる前は 金属ナトリウムとアルコールの混合物を使うブーボー、ブラン還元によってエステルの還元が行われていた。反応気候金属水素化物による還元の反応気候は、ヒドリドヨンがカルボニル炭素に嗅覚負荷反応しているというものである。いくつかの場合、Li プラスなどアルカリ金属の価値ンがカルボニル元の酸素原子に配位し、 カルボニル元の旧電子性を高めることで活性化する。カルボン酸誘導体の還元では、水素化、アルミニウムイオンによる還元の後脱流反応によって、アルデヒドが得られる。水素化、アルミニウムイオンによるアルデヒドやケトンの還元では、反応物がアルコキシドに変換される。還元反応が終了した後、アルコキシドがプロトン化され、アルコールが得られる。 カルボニル元の反応性の傾向を異なるカルボニル化合物における共鳴構造を最も反応性の低い極限構造から反応性の高い極限構造まで並べた図ケトンは立体効果がアルデヒドより大きく、アルキル元が電子を供与して C イコール O の部分性電化を安定化するのでアルデヒドより反応性が低い。えにアルデヒドはケトンより還元されやすく、 穏やかな条件、弱い還元剤でも還元される。カルボン酸とエステルには酸素原子が2つ存在するため、孤立電子体からの電子供与により静電化がさらに安定化される。酸ハロゲン化け物は、ハロゲンの電子供与性が低いので、最も不安定である。酸ハロゲン化物、ケトン、アルデヒドは還元されやすい化合物だが、カルボン酸やエステルを還元するには、 強い還元剤が必要である。金属水素化の反応性金属ヒドリドを用いる場合、還元剤の強さは4つの因子によって決まる。一つは、体温がカルボニル元の酸素に配位することでどれだけ活性化されるかである。リチウムはナトリウムより小さく吸電子性が高いので、カルボニルにより強く配位する。MGAL ZN などプラス2以上の電荷を取れる価値オンも NA より強くカルボニル元を活性化する。二つ目は中心金属が還元剤の強さに与える影響である。アルミニウムはホウ素より大きいので、ヒドリドとの結合はホウ素より弱い。このため、嗅覚攻撃をしやすくボロンヒドリドより還元力が強い。三番目のファクターとして置換ヒドリドにおける 立体効果がある。地換気のあるヒドリドはそうでない金属。ヒドリドに比べ嗅覚性が低い。例えばトリサクサン水素化放素ナトリウム酸は、ケトンとは反応しないので、アルデヒドの選択的還元に使われる。4つ目は、気質が還元剤に与える影響である。アセトキシモトは、立体障害と電子吸引きのためトリサクサン水素化放素ナトリウム。 酸による還元を阻害する。視野のもとも還元剤に対して立体障害が大きいが、水素化、トリエチルホーソリチウムなど電子共有器を持った還元剤を使うことで望まない転移反応が起こることを避けることができる。この気質効果によりナバ v 3 c n は通常の PH で還元作用が著しく低くなる。そのためこの化合物を使って還元的アミノ化を 行う場合、舌のように反応させるのが望ましい。比較的弱い還元剤として、ケトンをアルコールに還元する際は水素化、放素ナトリウムが一般的に用いられる。これは、ラなどは、肝能気許容性が低く、ニトロ元やニトリル、エステルなど様々な肝能元を還元してしまうからで、ある。また、ラと違いエタノールや水を溶媒として用いることができる点も特徴である。 ライアディーバル H、L セレクトリド、ジボラン、ジアゼニや水素化アルミニウムなどの強い還元剤は、アルデヒドとケトンの両方を還元することができるが、活性が高いため毒性も高い。しかし、カルボン酸やエステルをアルコールに還元する場合は、これらの強い還元剤が必要となる。下の表は、どのカルボニル感納期が、どの還元剤で還元されるかを示している。 ただしいくつかの主役は反応条件に依存する。カルボン酸誘導体からアルデヒドを合成するのは非常に難しい。ナバ4などの弱い還元剤では還元反応がエステルやカルボン酸など比較的安定な化合物は還元されず、ラヨーリ4のような強い還元剤ではアルコールまで還元されるからである。酸塩化物はアルデヒドやケトンに比べれば不安定であるため、 立体障害の大きなヒドリド供与体の存在下で、アルデヒドを合成する際に比較的弱い還元剤と反応させると、アルデヒドが得られる。この還元剤としては D、D バル H がよく用いられる。しかし D、D バル H もすべてのカルボニル元を還元することができるので、アルデヒドで還元を止める場合一等量の還元剤を低温で反応させる必要がある。ライルさんも、 同様の気候で還元をアルデヒドで止めることができる。カルボン酸誘導体の還元をアルデヒドで止める反応として古くから知られているものにかさ高いヒドリドと反応性の高いカルボニルを利用する方法がある。しかしこの方法は気質の適用範囲が狭く反応条件に大きく依存する。この反応の代替としてチオエステルを使った福山還元や ワインレブアミドを利用したワインレブ還元などがある。またカルボニル元を接触水素化するローゼンムント還元という反応も知られている。チオエステルの福山還元福山還元ではカルボン酸がまずチオール類の負荷によってチオエステルとなる。チオエステルはパラジウム触媒化シリルヒドリドによってアルデヒドへと還元される。ワインレブ反応では酸塩化物がまず ワインレブアミドに変換され、有機金属試薬と反応させることによって、ケトンができる。また水素化、アルミニウムリチウムと反応させると、アルデヒドができる。ワインレブアミドは、旧電子的なカルボニルが、金属、ヒドリドを経由して還元されるのではなく、安定なキレートを経由して還元される。そのためキレートの結合は数に示すように一度しか、還元されない。 ローゼンムンと還元は、酸塩化物をパラジウム触媒、硫酸バリウムと気体の水素を用いて還元する方法である。表面積が小さいためオーバーリアクションが抑制されている。これより反応性の高い気質を用いる場合、触媒は硫黄を含むものなど、毒性の高いものを用いる必要がある。ウォルフ・キシュナー還元の反応機構アルデヒドとケトンは、アルコールだけでなく、 アルカンまで還元することもできる。この変換反応には、共産性下で起こるクルメンゼン還元や強、塩基性下で起こるウォルフキシュナー還元及び、その派生などが含まれる。例えばカリオティの開発した反応では、トシルヒドラゾンとヒドリド共予体を利用することで、塩基を使わずオンなナ条件下で反応を進めることができる。マイヤーズによって報告された反応では、 チカンヒドラジンをビスマイナスヒドラジンと室温化の温和な条件で反応させ、早くかつ高収率で還元できる。エノンとエナールの一例、アルファ、ベータ還元では、エノンやエナールなどアルファ、ベータ不法はカルボニル化合物が基質となる。これらの基質を通常の還元剤で還元すると、1、に還元によってアリルアルコールが生成する反応と1、 4還元によってーアケトン、アルデヒドが生成する反応が競合する。シクロエキセノンをナバ四4によって還元すると2つの生成物が想定される。前者が1、4還元、後者が1二還元の生成物である。より立体障害の大きな機質を用いた場合、1二還元が起こりやすくなる。さらにナバ四4とケックル酸から合成されるチェ酸を ヒドリドゲンとして利用して、ルーシェ還元を行うと、より選択的に1、に不可体が得られる。1、2、選択的に反応する、ヒドリドゲンとして、ZN にも知られている。この化合物は、カルボニルの酸素だけでなくその隣接原子にも、配位するため、ジアステレを選択性が大きい。シクロヘキサノンの還元においては、ヒドリドゲンが、空き射類を攻撃して、エカトリアイに、 ヒドロキシモトがつくか、エカトリアルイを攻撃して、アキシャルイにヒドロキシモトが結合したアルコールができる。アキシャルイへの攻撃では、ヒドリドが1、3次アキシャル相互作用による反発を受ける。一方エカトリアルくらいの攻撃では、ヒドリドは相互作用を受けることがないが、新しくできたアルコールが気質と、水素原子が反応中間体がねじれ歪みを受ける。 リブ3などの傘高い還元剤は1、3次アキシャル相互作用によって、エカトリアルへの攻撃が優先する。ナバ4などの小さい還元剤は1、3次アキシャル相互作用が小さいため、重なりによる相互作用を避けるようにアキシャルへの攻撃が優先する。このように、立体電子効果も小さな還元剤で、アキシャルへの攻撃が優先する理由となっている。しかし、 気質が、かさ高くなり、1、3次アキシャル相互作用も大きくなると還元剤が、小さくてもアキシャルへの攻撃は好ましくなくなる。プロキラルなケトンが還元されると、生じる第2級アルコールには不正中心が生じる。この立体制御を行う触媒がある。不正合成におけるカルボニル還元の例として、のより不正水素化反応やコーリー爆死、柴田還元などがある。 ありがとうございます。